はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。久しぶりに妖精娘湯の花コレクションやっていきたいと思います。ガチャやありますね。最近全国旅路ガチャっていうのが加わりましたね。要するに実際に営業で、移動するとこういう、紫色のチケットがもらえます。その紫色チケットを貯めて、ガチャができるというイベントです。これ実際まああと確かイベントの音声娘に関するイベントの時にその場にいるとなんかこういうチケットもらえるんじゃなかったかな、間違ってたらすいません。その貯めたチケットで、ガチャができるというプレイです。だからこれからはやっぱり家でただこのゲームで遊ぶだけじゃなくって、もし課金するだけじゃなくて実際にやっぱり移動して温泉の現地へ行って動画をやっぱり推奨してるってことなんでしょうね。だいぶ温泉娘も温泉地でイベントをやることが増えてきましたし、温泉を知ることができる温泉情報ツールになってきたんじゃないかなと思います。はい、全国旅路ガチャですね。さあ旅路ガチャも基本的にはツールが多くて、まあただ SR とか SSR もあるみたいですが、トルソーってなんだろう、あまり音声娘自体は出てこないみたいですね。ゆともガチャはほとんどもう出てこないですし、あとは湯の花セレクションガチャに温泉レアガチャですね。で今回湯の花セレクションガチャというのが28日まで開催されますので見ていきましょう。本日22日です。28日までを開催だから公開する時にはもう終わっているかもしれませんが、今後もまあ似たようなおそらくイベントガチャ出てくると思うので、引き続き見ていただこのゲームに興味持っていただければファンとしては嬉しいなと思います。今回のイベントでは草津ゆいな、なんだろうこれ、羽子の天女、あんまり羽衣天女っていう感じはしないですね。箱根さや秋尾奈々子、そうこれインバウンドだったら英語版も面白いなとは思うんですけど、インバウンド向けにはまあどこまで興味持ってくれるか、基本的に回れ巡業で回れるのは日本の巡業で回れたり、リアルにその場所行ってポイント稼げたりするのは日本の国内だけですからね。まあ、こんな感じで音声娘を、ただねこのイベントガチャ基本的にスキルのレアなのでスキルを重ねができないんですよね。なんでキャラクターのまあファッションというか衣装バージョンが
見たいっていう人にはいいかもしれないんですけど、とにかくあの強いキャラクターをっていう人にあんまり向きません。まあ最もあの歌合戦の大会でとかで優勝してもで、そんなにうまみがねっていうのは確かにあることも事実です。まったりとやっていきましょう。これはダメですね。星さんですね。あ、タマナだ。おっと、これは SR 以上は確実だぞ。僕は花巻スイカ。風を頼ってたらこうして君に会えたよ。花巻スイカ、CV よろしくね。おっと、CV 飯田里穂。このバージョンの衣装は初めて見ましたね。特別衣装なのかな。そう、前回、あ、これも SR 以上。前回花巻スイカ、おお、すごい。あれ、あ、ないんだ。厚みですね、ちっちゃい。うなずき、これも SR だ。長藤さくら、すごい足長いな、この玉作りですね。さあ、これも SR 以上です。おっと、花鶴だ。これ多分重ね掛け効いてるんじゃないかな。レアの花巻ですね。さあ、これも SR 以上だぞ。おお、イカホですね。見たま、変革。ニューなのは花巻だけですね。花巻のニューファッションバージョン。SR が4人出まして、花鶴がもうレベル15になりましたね。なかなか追いついていけない感じはあります。温泉レアガチャも10連やりたいんですけどね。通常のでも結構重ね掛けできてますよね。プレゼントあるみたい。転覚した御霊だけです。さあ、巡業やっていきましょう。今どうですよね。どの辺がいいかな。シャコタン、みんなに元気を。相手はかなり強力です。黒川で、強い黒川で対抗です。さあ、結構厳しい戦いになりそうな予感はしますが、そう、相手の方が、うん、いい勝負。相手の方にスキルを使われちゃいまして、うわー、厳しい。また相手の方に、これはスキル貯められないですね。よし、勝ってはいますが、今後が新気がかり。さあ、野沢にはアニマ通過。おっと、2つ、お互い2つスキルを発揮しました。うん、強いな。また押し戻されました。さあ、黒川だ。あなたの正月はこれで終わりよ。草津も2つスキルを発動、スキルを発動されちゃってるのは辛いよな。さあ、一気に戻せるか。元に戻りましたね。
さあ銀山と鴨川、よしこれで決めるとすっかね。こちらの方が2つ出ましたね。スキルが勝ってくれ、よしいい流れですね。一気に 78%。 さあ銀山がメイドラの対決だ。中の人的には油断は禁物だよ。これはちょっと負けそう。まあ僅差ではありますが勝てませんでした。でもそんなに押しも押せない。黒川対草津、ちゃんとレッスンしてきたの？お、いいよ。おっと3つ出た。スキルが強い。これはいい流れ。さあ、あと 16%。 足ずり、この技を使わせるな。結構今下見るとスキル溜まってますよ。おっと僅差で勝利です。さあもうちょっとだ。うなずきとうれしの、ちょっとスキルが落ちちゃった。どうだ。あー、これは負けた。押し戻される。最後の戦い、野沢と鴨川、仲寄せんか。頑張ってはいるんですけどね、野沢も。さあどうだ。これはさあとどめさせるか。ダメですね、とどめはさせませんでした。勝ちは勝ちです。最強とは最も強いと書くのだ。張り切っていくぞ。よいしょ、見てるのじゃ。結構賞金というかお金稼ぎましたからね。得意強化を、なんと影山さんじゃないですか。戸塚やってるんですね、影山。よく見てるの。埋まるとか上野さんは不器用とかの、まあ埋まる役の田中あいみと共演してる印象が強いです。さあこれで、レベル10でいきましたね、戸塚は。おっと戸塚は行きましょう、最強まで。おお、娘を連れてきたのじゃな。まだまだ気を抜かず精進す。さあ特訓です、強くします。特訓開始じゃ。うむ、その力でもっともっと。やっぱり見た目だけじゃなくて内面もシャレオツがいいのかな。ずっとこだわってたんだけど、最近はシャレオツかどうかよりある人にどう思われるかって基準で私服を選んじゃって。え、誰かって。おや、誰でもいいでしょ。まったく勇者、責任取りなさいよね。どうやって責任取ればいいのかな。さあこれで一番のレベルへ。これタイプはポップなタイプなんですよね。お主の娘をビシバシ鍛えてやるのじゃ。まだまだ気を抜かず。これで達しレース上限に達しました。ちょっとお金がないな。行けるとこまで行きたいか。これマンザーですね。マンザーはすでに達成してますんで、行けたら行きたいですが。おっとお金が足りない。いや行きますね。これでマンザーも。ビシバシ鍛えてやるのじゃ。ご苦労さん。また
レッスン上限に達しました。お好みですね。勇者さんが頑張ったんだもん。本当はゲロ温泉行かないといけないんですけどね、なかなか回りきれない。結局黒川頼み。陰線の準備も OK だ。おっと、いな、イカホだからな、強いな。あ、でも勝ちまし、勝ってますね。まあでも早いことスキルを上げないと相手がやっぱり強くなっちゃいますからね。うん、やっぱりつ、あ、風花は強い。みんなやっぱり風花人気ですからね。愛情を持って育ててきます。おっと、一気にすごいな、黒川のこのパラメーター1万6000いきました。一気に攻めていきます。さあ、この勢いでゲロが、ゲロもさらにパワーアップ。これも一気に攻め立てます。畳みかけ大事。あっと、すぐ切れちゃいますからね。これも強いですね。もうちょっとだな。さあ、白骨パンクロッカーですね。キュートは上がるか、能力。さあ、これは風花に勝った。これでとどめ、6局目でとどめを刺しました。今鹿児島市ですよね。こんなとこあったっけ。ゴーゴー、物だもん、バーゲンにつ、いや、さすがに3回連続黒川はあかんでしょう。那須行きましょう。普通に勝てるんじゃないかな。5局目ですね。さすがに遊んでいるプレイヤーもどんどん強くなってくるんで、なんか煽りが多いよな、温泉娘って。さあ、奥飛騨が巡業バーデンの出番ですね。道南ですね。道南って今どうな、どうなんっていうのは仕方ないんで、この弱いんですよね。よく落ちますね。お知らせが。受け取れるアイテムがあるようじゃぞ。お達しをクリアしてアイテムゲットじゃ。ワクワクが止まらねえぜ。これ強いな。お願いいたします。わー、まだまだ勝てない。
星風花使っても勝てないんですよね。ワクワクが止まらねえぜ。よし、あ、同等ですね今。東下に降りたんじゃなかったかな。入刀が、相手の入刀がすごい弱いな。入刀が弱い。黒川か。さあこれは見てみましょう。巡業待ちを。という紙ですね。おっと、こちらが3つ。この和風の衣装もすごいいいですね。そう、ファッションも温泉ブラ、温泉無精ブランドのファッションもあのアイカツみたいに売り出せばいいかもしれない。いい感じでしょうか。そう、若年層への浸透も図りたいですよね。おっと、僅差で勝った。これは大きい。さあ孫強だ。おっと、リンカに負けた。さあバクナとニュート、ただニュートここでスパイスを一振り。バクラ式マッサージ。あ、でもそんなに。さあ花巻だ。ここは風の通り道さ。ボーカル値がアップ。よし。これさえ勝った。さあ黒川が好きに帰りなさい。さあまたパワーアップ、どんどん強くなりますね。これ16000、すごい。6局目で勝ちました。勝つに越したことはないですわね。OK? OK じゃなくてもなんとかなるよね。 Ready? Go! さあそして歌合戦ですね。それぞれの一箇所ずつやりましょう。まずもう最近レベルが上がってきてる感じですね。